はい、激辛マニアユッキーです。今回はこちら、ヨドバシカメラで、購入しました。あのね、近くのコンビニで、セブンイレブンと、ファミマとローソン回ったんですけど、売ってなかったんで、仕方なくね、ヨドバシで買ったんですけど、値段的に考えて、ヨドバシが、220円だったんですよ。値段がね。こんなものまで届けてくれるというヨドバシ。値段が220円だけど、10% のポイントがつくんで、実質200円ぐらい。まあ、コンビニで買うのと変わんないです。はい、こちらでーす。はい、はい。マルちゃん製麺のストロング、うまからからから、担々麺、唐辛子3倍、山椒2倍のうま辛さ。これがね、食べたかったんですよ。なんか、YouTube で、やってる人見て、すげえうまいらしくて、そこまで辛くはないんだけど、とにかくうまいらしい。美味しいんだって。うん。まあ、なので、買ってみました。液体スープ、火薬入れて、火薬入れて、お湯注いで蓋して5分です。蓋して5分ですね。液体スープをここに乗せて5分。はい、5分経ちました。それでは食べていきましょう。パカッ。液体スープを入れまして、赤いな。うわ、ラー油みたいなのがすげえ赤い。ラー油的な。でもね、そんな辛くないらしい。粉末スープ、混ぜます。それではいただきます。
あの見た目がねめっちゃ赤いんですよ。でもね食べてみるとね全然辛くない全然辛くない、ピリ辛ぐらいですね。あのほとんど辛くないです。ほとんど辛くない。なんか麺があのめっちゃツルツルしてるんですよ。で、ツルツルしてるからか、多分スープが絡んでこないんですよね。だから辛くないんじゃないかな。言うほどうまくないのか。スープを飲みます。あ、スープはそこそこ辛いかな、そこそこ辛い。だけど麺に絡んでこないんだなこれな。これ麺がツルツルすぎなんだ多分。まあそこはいいところなんだろうけど、あの喉越しがこうツルッとくるんですよ。めちゃくちゃインスタントラーメンと思えないほどなツルッツルなんです。特許、生麺茹でてうまいまま製法というのを使ってるらしい。あ、スープはそこそこ辛いわ。スープは結構辛い。やっぱね、麺にね、あのスープが絡んでこないからね、あのそんなに美味しいかって言われると、全然あんま美味しくない。スープだけ飲むと美味しいんですよ。でも、麺を食べたすすった時に、あの、大して美味しくない。ちょっと残念ですね。で、ここにご飯を入れます。
久々にね、ご飯入れて、いただこう。やっぱ担々麺といえばあれですよ。ご飯入れると美味しいから。うん。まあカップラーメンな、まあ何でも美味しいか。まあ何でもうまいかも。ご飯入れれば大体うまい。なんかあれだな、あの他のカップラーメンに比べてあの塩分が多分少ないですね、おそらく。多分あの他の担々麺系のカップラーメンに比べて明らかにあの塩気がない。塩気がないわ。それもあれなんだな。それも多分味にあの関わってくるな。俺結構しょっぱいのが好きなんで、あんましょっぱくない、やっぱいまいちだな、まあ、基本的にカップラーメンはしょっぱいですからね。特に俺なんてそのカップラーメンのあのスープを全部あの好きなんで全部飲むんですけど、食塩のね、まあ、毒ですからね。食塩相当量が 6.8g、 一食過去 124g あたり 6.8g 塩分が、多分これ普通のね、あの
々麺、あの中本とか、あれとかに比べたら絶対塩分多分控えめですこれ、これ間違いないね。スープはやっぱ結構辛いわ、体に悪いと思っていながらも、あのスープを全部飲んでしまうという悲しい、これが人間の性ですね。いや、人間というか多分俺の性ですね。でもやっぱね、そこまで辛くねえから、そこまで辛くねえから、あの汗が出てこない。うん。こう滴り落ちるとか、までいかないですね。あと冬はあの辛いもん食べて汗かいて、でそれがあの気化熱で熱奪われますから、あのそれで風邪とかひかないように、うん、本当に冬はね、あの辛いの食べるとねすげえ寒いんだわ、うん、汗ちゃんと拭き取らないとすげえ冷えるんで、最近はあのまたね、まあ、毎年のようにあのインフルエンザが流行ってますから、まあ俺予防接種してねえけど、とりあえず今のところはまだかかってないんで、今年はね。まあ一人暮らしでインフルエンザかかると、まあ風邪でもそうですけど、まあ結構ね、あの
辛いんで、うん、なるだけもう家帰ってきたら意外と手洗いを徹底して、まあ、風邪ひきたくないですからね。まあ、徹底してね、まあ、やるようにはしてますよ。皆さんもね、うがい手洗いしっかりやった方がいいです、うん、ということでこちらは辛さ度数は40。ご視聴ありがとうございました。